なんか不穏な BGM が流れ始めてきたよ。開けてきたね。いや、結構距離あんな。結構距離ある。出てくるんだ、こいつ、野生で。野生出てこないと思って、なんかシンが、なんかさ、迷いの森じゃん。もう迷いの森だって、これ。ちょっと、めっちゃ分岐ある。行き止まり。釣りができるポイントあった。こいつ捕まえてたっけ？待って。なんだっけ？ムーンナ。絶対エスパータイプじゃん。捕まえてたっけ？見てない気がする。よチーム！あ、捕まえてない、やっぱり。あ、なんかある。びっくりした。なんだ？回復の薬。いいもん落ちてんじゃん。うわぁ、びっくりした。めっちゃ野生のポケモンおんな。どっち？マジで迷うじゃん、これ。お。メンタルハーブ。何それ？メンタルを保つハーブ？もう危ない薬じゃん。うわー、回ってきただけだった。くそ、はめられた。ってことは？こっちだな。ん？いやー、マジで迷いの森じゃん。まどろみじゃん。おお、おるおる。まどろみじゃなくて迷いの森だよ。とんでもない霧だな。マジ？そこまで濃い？全然、ああ、濃いですね。ああ、濃いですね。来た。なんか耳どっちも切れてる。去勢したん？去勢されてるじゃん、お前ら。右と左片方ずつ切られてる。いたぞ。あいつらが剣と盾のポケモンだ。ああ、消えちゃった。おお、どこ行ったん？もっと奥に行けってことか。もしかしてソニア見えてないパターン？これ。見えてないんだ、私らにしか。森の奥に消えていった。だよな？なんか子供にしか見えないとか言うあれ？もうお化けじゃん。外国の方も調べてようやく見つけたの。剣のポケモンザシアン。盾のポケモンザマゼンタ。遥か彼方、まどろみの森の向こうで生まれたとされるポケモン。そっか。サンキュー、ソニア。軽いな、お前。相変わらず。よーし、幻とはいえ、ポケモンにまた会えたんだ。あいつらが持っていた剣と盾だってあるはずだぞ。おー、どっかに封印されてんのかな？この先あるんかな？ディス。剣と盾のポケモンは少しでも故郷に近いまどろみの森に眠っているのかも。それこそ誰も入ってこない静かな森の奥で。あー、絶対これなんか案内されてるよな。恋ってことなんだろうな。あ、いや、あの2匹よ。あ、耳がないのは某電気ネズミに食われたから。なるほどね、そういうことか。わーおー、めっちゃ神秘的。おい、見ろよ、ユーナ。なんだかすごそうな伝説って感じの場所だぞ。語彙力な。お前んとこ語彙力な。うわー、絶対出てくるじゃん、ここ。もういかにもって場所にたどり着いたね。
折れた剣と壊れかけた盾だ。何？剣と盾だぞ。伝説は本当だったんだ。え、なんでさ、みんな今までさ、たどり着けてないの？大人には見えないからとか？選ばれたトレーナーにしか見えないとか、そんな感じかな。たどり着けないのかな、ここの場所に。じゃないと説明いかないよね。なんで今までみんな見つけてないのって話になるけんね。え？すっげえ、なんかこんな雰囲気でティッティリティリティーンっていう めっちゃ楽しそうな音楽流れたな、今。そっか、そもそも出入り禁止か、立ち入り禁止か、ここ。そういえばそうだったね。そりゃ入らないわ。ただただ人が入らなかったから。いや、でもさ、考古学者ぐらいだったら入りそうじゃない？だってここで眠ってたかもしれないっていう文献見つかってんだからさ、考古学者は入ってもよくない？そんな感じ？朽ちた剣、大昔の英雄が、厄災？災厄？を打ち払ったと伝えられる剣だが、今は錆びてボロボロになっている。研ぐか。今から研ぐか？それ。おー、盾を選ぶとは。ちょっとボロボロ 口に出すな。お前ほんと失礼なことすぐ口に出すんだから。こんなのでブラックライト おい、口がすぎるぞ。まあ、お守りにはなるか。お守りにすな剣と盾のポケモンは眠っているんだな。よし、兄貴を助けるのはやっぱり俺たちだぞ。ポケモンは出てこない。え、出てこんの？え、出てこんの？なんかここにさ、なんか朽ちた剣ポイってしたらさ、あなたが落としたのはこの朽ちた剣ですか？ピッカピカの金の剣ですか？とか言われない？違うの？こっから出てくんのかなと思ったけど違うんだ。何この宝石？そして、帰ればいいの？兄貴がナックスタジアムでブラックナイトと戦ってる。あ、じゃあ行こうか。はい。へえ。